はいどうもこんにちは、カリパイです。さあ最近のですね、悩み事の一つにこちらですね、このエンジンを動かすためにですね、大量の大量のこの厚板が必要なんですね。でまあこのね、今来てるこのようなね、大きな島の探索にね出かけようとすると、このエンジンをね、起動して移動しなければならないっていう風なんですけども、まあね、エンジンはとにかくこの厚板をたくさん使ってね、燃費が悪いと。なので厚板はね、どんどんなくなってしまったんです。なくなってきてるんですね。はい。そこで、なんとかですね、厚板をもっとね、こう、集めることができないかと。いうことで、今回はこちら。じゃーん。はい。植林をしてですね。で、まあ、板をね、自分で調達しようと。自前でね。ということをやっていきたいと思います。はい。というわけで、ここ。まずはですね、ヤシの種を植えていきたいと思います。今ね、とりあえずヤシの木を6本植えてみました。でね、大体なんですけど、これわかりますかね？今ね、実はね、少しずつ、ヤシの木がね、どんどん伸びてます。で、伐採できるまでの大きさに伸びるのが、大体まあ、このラフトの時間で、ちょうど1日ぐらいですかね。そうですね。今、ヤシの種を植えて、まあ、ヤシの木を育ててるんですが、まあ、ヤシの木ね、一本で、まあ、大体ね、まあ、平均すると、まあ、厚板が大体5枚ぐらい取れます。なので、まあ、今ね、この6区画植えてるので、まあ、30の厚板が取れると。ああ、そうですね。効率で考えたら、まあそんなに効率は良くないんですけど、まあ例えばね、これを植えてる間に何かその船の上で他の作業をするとか、それからね、まあ今こうやって植えてる、待ってる間にですね、例えば、ですけど、はい。今ね、前方にクマがいますよね。はい。で、まあちょっとね、少し、クマでも揉んでやろうかと。まあ、クマ狩りをしてですね。まあ、川とね、あ、来た。はい、来たー。まあ、川と肉を、まあ、いただくと。まあね、このクマはね、もう何回もリスポーンするので、おお、食らった。はい、もらい。まあね、時間が経てば、また湧いてくれるので、まあね、こういう、時間の過ごし方もいいんじゃないかなと。はい、というわけでね、こんな感じで、まあ、一晩、丸一日経ちました。こんなようにね、しっかり立派なヤシの木が、できましたね。素晴らしい。じゃあ、早速ね、伐採していきましょうか。はい。今ね、1本のヤシの木からね、厚板が5枚取れました。じゃあ続きも行きますか。はい、やっぱ今ので5枚ですね。はい。というわけでね、6本のヤシの木からね、計算通り30枚の厚板が取れました。はい。こんな感じですね。でですね、まあ、この温帯気候の大きな島にね、あるこのカバの木の種っていうのと、
松ぼっくり、これもですね、木を植えることができるので、まあこれだとね、どれぐらい取れるのか、ちょっとこれも試しにやってみましょうかね。はい、じゃあちょっとまあ木の成長をここからはね早送りで見てみるとしましょう。はい、というわけでね、朝になりました。じゃーん、おー立派に伸びましたね。じゃあ行きましょう。おー、この松ぼっくりをね植えて、松の木だと1本から7枚取れますね。ということは、ヤシの木よりこっちの方のが効率がいいですね。はい。はい、というわけで、今ね、松の木を6本植えたら、全部でね、7×6 の42枚厚板が取れました。こっちのヤシの木よりも松の木の方がね効率がいいことが分かりました。これいいですね。じゃあもう一つ、このねカバの木、白カバですね、これをやってみましょうか。あと2つはね松ぼっくり行きましょう。はい、じゃあね、また同じようにちょっと早送りで見ていきたいと思います。はい、というわけでしっかり伸びきりましたかね。あー、ちょっと待て。さっき松の木で42だったから7枚ですね。はい、やっぱ7枚ですね。このカバの木も7枚取れます。はい、というわけでね、今回はヤシのこれですね、今回ですねヤシの木とそれから松の木とカバの木ですね、この3種類を植えてで、伐採してみました。まとめるとヤシの木は、確か5枚ですね、厚板が。で、このね松の木とカバの木は7枚ずつなので、こっちの方が板の効率はねいいんですが、一つ問題もあります。っていうのはこの松の木とですね、カバの木の場合、木をね、伐採するときに、このね、松ぼっくり、要するに種ですね、種。この種が出る確率っていうのは、やった感じね、かなり低い。ヤシの木の場合は、木を伐採するとね、ヤシの種が確実に取れるので、
まあ、種が取れるっていうことは、またこの種を使って木を植えることができますよと。でも、この松の木とカバの木の場合、ね、さっき、松の木なんかだと、6本と今やった2本で全部で8本植えたにもかかわらず、これね、松ぼっくりが1個しか取れなかったので、まあ何が言いたいかっていうと、これね、松の木とカバの木は、まあ、自利品になっていくと、最終的には種がなくなっちゃうので、またね、こういう大きな島に来て、松ぼっくりないしね、種を取らなきゃいけないと。まあ、いう手間を考えると、まあ、厚板がね、5枚しか取れないけども、このね、ヤシの木の方が、まあ、持続可能な植林になるかなっていう気はしますね。はい。というわけで、今回は植林をね、やってみました。はい。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。